おはようございます。これで大丈夫ですね。おはようございます。ハレルヤ。私たちは自由です。自由です。パチンコから自由です。今皆さんには分かんないと思うんですけど、今兄弟姉妹とそういう話をしてまして、パチンコは結局お金を求めて束縛されていて、その一日中やってしまうという、まあ依存というのは結局不自由ですよね。依存、多くの人は自由が欲しくて依存されているというか、それはサタンの罠だということですね。皆さん罠って分かりますか？罠っていうのは動物を捕まえるための道具ですけども、動物が知らないでそこを通った時にガチャンってこうね、なんか捕らえちゃうわけですね。足捕らえちゃうとか体を捕らえちゃうとか言って、それで一旦罠にはまっちゃうと抜けれないわけですね。こう足が引っかかって抜けれないと、落とし穴とかね、雲なんかそうでしょ。皆さん雲が、虫が来てですね、プワプワプワって飛んできて、それで網に引っかかるとベタベタして、その雲の罠にはまると突然怖い雲がバババババって来てガブってこう噛むようなね、まあ本当に皆さん自然界にはそういう罠がたくさんあるじゃないですか。それは神様が、ね、悪魔に気をつけなさいという警告なんです。その自然界だけにその罠があるんじゃなくて、社会にはもうとんでもない罠がたくさんありますね。さっき言ったそのパチンコ罠、ギャンブルが罠、お酒が罠、もちろん麻薬も罠ね、さまざまな罠がたくさんあるんです。さまざまな罠ですね。そういう罠に対してそれを見抜く力が必要なんです。それが罠だということを見抜く必要があるんです。それは非常にその微妙なわけですね。そのカリスマっていうのはね、これ危ないよ、これ危ないよ、これ危ないよってこう結構言うわけですけど、それ禁欲的にダメダメダメって言ってるわけじゃないんです。それ意味があるんです、ね、霊的に危ないよという、ね、ゲームが、ね、殺人ゲームが霊的に危ないよ、ね、ホラー映画が霊的に危ないよ、ね、ある方のちょっと証し聞いてたら、何かねアニメでアニメを見てたら、ごめんなさい、アニメじゃなかった。何か映画を見てたら、あるちょっと良くないシーンが頭の中に入っちゃって、その子供は何か夢の中でそのシーンが出てきたとかいうような証もちょっとあるんですけど、映像っていうのは意外と怖いですね。その良くない、特に恐怖とか、そう怖い映像を見たりするとそれ残りますよ。よくネットやってるとですね、変な映像が送ってくるわけですね。で、不用意に開けると、ギャーとかなんとかそういうのがあるんですよ。皆さんあるでしょ、それね。ギャーとかいうね、その、知らない？送ってくるんですよ。でね、もうそれ見ると、あーっていう、なんかね、ちょっとね、しばらくね、その映像でね、なんかね、落ち込むわけですよ。もうなんかね、ああ見たくなかった、見なきゃよかったというのがあるんです。だからもう今私は怪しいのはもうもちろん踏まないわけですね。あ、これ怪しいっていうものはもう踏まない。もうね、もうどんなものかわかんないものは踏まないね。だって何が来るかわかんないじゃないですか。もうそれこそウイルスが来るかもしれないしね。それから一旦ウイルスかかったら大変ですからね。もうめんどくさいでしょ。それから変な映像も見たくないし、いろんな誘惑がたくさんあるんです。だから皆さん、まさにネットも罠だらけなんですよ。皆さん罠だらけ。もうクリスチャンと、ね、普通の人だったらもう無頓着で何でも見ちゃう人もたくさんいるけど、クリスチャンになるともう本当に目を覚まして、もうね、その信用できないものは見ない、ね、もうなんか飛んできても見ない、ね、困るのはなんかね、
あのスカイプかなんかでなんかその写真からかポンと出てきちゃうの、あれ困りますね。見たくないのにね、こうスカイプの場合は向こうが送ってきちゃうと出ちゃうんですよね。あれは良くないと思いますね。だからやっぱり私たちはね、その無理やり何か見させられるとか、無理やり聞かされるとか、そういうのはね良くないですよね。だから私たちは知恵を必要とします。でその私たちはサタンの罠、もう本当に罠だらけの世界の中で、その心も体も清く保つために知恵が必要です。訓練が必要です。そういう意味で皆さんぜひ、その気をつけてください。せっかくの、その私たちの信仰をですね、サタンにそのこの汚されてほしくないのです。皆さんが汚されてほしくないのです。皆さんがあの神様によって与えられた命を、神様によって与えられた人生をその保ってほしいのです、ね、生き抜いてほしいのです。もう、サタンが暴れてですね、もう世界中の人がもう苦しんでいるわけです。多くの人はそのいろんな罠とかいろんな嘘によって、本当に、せっかくの、その心がもう苦しんでいる心、傷ついている心、悩んでいる心になっているんです。私たちは今そういうことに気づいて、そのイエス様によって守られて、そして過去の傷もありましたけど、過去の傷も癒されて、ね、今健全に歩んでるんです。皆さん、今日皆さんが礼拝に来たということは喜んでください、ね、ある意味では信仰が保たれてるから来たわけです。もし信仰がなかったら来なくなっちゃうわけですからね。信仰が弱くなったら来なくなっちゃうんですから、今来てるということは、かろうじて信仰を持ってるということです。まあちょっとそれは失礼、ごめんなさいね、燃えてる人もいますからね、燃えてる人もいますから、でも一応来てるということは信仰があるんです。アメン。ですから皆さん、しっかりね、信仰を保とうではないですか。いろんな罠をですね、もう避けてですね、もう生き抜こうではないでしょうか。信仰のサバイバルです。私たちはその、神様によってなぜそんなね試練があるのか、それは訓練のためなんです、ね、訓練のために私たちが、神様の教えをしっかりと理解するための訓練なんです。ですから試練の時喜びなさいとあるので、皆さん、今私たちは喜んで、ね、しかし気をつけて、ね、その牧師のアドバイスもよく聞いて、ね、牧師はいろんな経験がありますから、皆さん の, その問題に対して、完璧じゃないですけどね、完璧じゃないけどある程度のアドバイスができますので、自分一人で考えてサタンに騙されて、ね、妄想とか誤解によってあの勘違いしちゃう場合がすごく多いんです。当然ですよね、信仰を持ったばかりの人が正しい判断するのは難しいじゃないですか。そうすると過去の経験とかこの世の考え方が入ってくると、当然それは信仰的な判断ができないことも多いわけです。ですから信仰を持った人たちはもちろん聖書が基準です、御言葉が基準ですが、しかしその御言葉を適用するときにはやっぱりアドバイスが必要です、ね、アドバイスがないと、聖書を勝手に解釈しちゃうこともありますので、信仰を持ったばかりの方は自分で解釈しないように、やはりよく、伝道放送を見てですね、天国大学で学んでほしいと思います。そして皆さんが成長して、信仰がですね、なくなるんじゃなくて信仰が強くなってほしいし、霊的に、よく見えるようになってほしいし、霊的に大人になってほしい、ね、神様の子ですから、イエス・キリストを信じる者は神の子供ですから、神様のようになってほしいのです。神様のような、人格、神様のような考え方、神様のような優しさ、神様のような誠実さになってほしいんです。アメン。
ハメハレリ、おはようございます。おはようございます。今のね、あのね、キューちゃんのね、お話ね、あの聞いててね、僕もね、その怖い思いをしたことがあります。あのブラクラって言ってね、ブラザークラッシャーっていうね、ブラクラっていうのがあって、それの一種なんでしょうけども、間違ったところをね、そのネットで踏んでしまったわけですね。踏んでしまったらギャーっつってね、人が殺されるところ、人が殺されるところがもう 見せられちゃったわけですよ。だからそれ見たらね、うわーってね、うわー見たくなかったなって思うどころか、僕がねクリックするじゃないですか、いろんなところをね、クリックするたびにギャーっていう声がね流れてくるようになっちゃったの。クリック音が変換されちゃったの、ギャーっていう声に。だからね、こっちしばらくそのパソコン電源切るまではギャー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 ってクリックするたびにね、ギャーギャーギャーってね音がね鳴ってね、もうねそんなの見たくなかったしね、やめてほしかったなっていうね。さ、最近のパソコンではそういうことはないと思うんですよね。うん、まあね、本当にね、人を弱らせる、人を怖がらせる、そういったね、悪いサイト、そういうのもいっぱいあると思うんですけども、私たちはですね、本当にね、さっきもキューちゃんとお話ししてたんですけども、キューちゃんとみんなとね、この教会が始まる前に、数分前にお話ししてたことは、例えばね、物事が、好きなものが、好きが高じてプロになった人がいるとします。例えば大丈夫ですか。例えば、野球がね好きで、野球が好きで、野球がもう本当に大好き大好きで、野球が好きが高じて上手くなって、プロになった途端にその野球が楽しめなくなるっていう人がいっぱいいるんですね。さっきもキューちゃんの話してたんですけども、その物事が極めて好きなものゆえに職業にすると、いろんな責任とかいろんなプレッシャーとか、そういったものがダーッと降りかかってきて嫌いになってしまう。その職業が嫌いになってしまうっていう。だから僕も昔ね、モトクロスって言ってね、バイクのレースでね、プロになりたくてね、バイクのレースをやってた時があります。ね、こんな太る前ですね、もうちょっと痩せてた、今より30キロ痩せてましたからね、うん。で、そういったモトクロスもね、好きでね、走るのは好きで走ってる分にはまだいいんです。それがタイムが1秒遅いとかね、1秒削るのにどんだけ頑張らないといけないのかとかね、そういったところをね、ずっとずっと突き詰めていくとね、モトクロスが嫌になってきちゃう。あんだけ走るのが好きだった、あんだけ楽しく走るのがもう何にも変え難い喜びだったのにもかかわらず、それがね、プロにはなってないですよ。プロになる前でも、もう1秒、1分1秒を削るためにどんだけ苦労するのかっていうのを考えた途端に、はぁ、もう嫌になっちゃう。でもね、いいですか皆さん、それはね、その話はね、さっきの話の続きなんですけども、さっきの話のどういう話だったかというと、私たちはこのイエス様の真理の言葉、イエス様の神様の御言葉、この御言葉をですね、どんどん追求していくと楽しくてしょうがない。どんどん追求すると楽しくてしょうがない。もう神様の御心って何だろう何だろう、そういったことを追求していくと、もうプロになって追求していっても楽しさは倍増するんですね。その喜びたるや倍増するんですよ。他の、世の中の、追求するものとは訳が違うというね、ここがクリスチャンである、私たちのキリスト教徒である、この真理の言葉だからこそ、私たちが触れてるのが真理であるからこそ、この言葉に触れれば触れるほど、噛めば噛むほど味が出るじゃないですけども、そういったことが起きて、私たちはキューちゃんみたくね、プロになってね、このプロって言ったらおかしいですけども、伝道師になってね、牧師になって、それで、神様のことをですね伝える喜びというのをいつまでも失わないでいるキューちゃんがここにいるわけなんですね。
もう本当にハレルヤ。もうあのQちゃんがハレルヤじゃないんですよ。Qちゃんを導いてくださった神様にハレルヤなんです。アメン。アメン。アメン。ハレルヤ、アメン。おはようございます。アメン。はい、本当にあのQちゃんがさっき言ってたように、ここに来れたことを、勝利だと思って喜びたいと思います。まあ、ネットを通して、礼拝に参加しておられる皆さんも、こうやって朝しっかり起きて、こうやってこの礼拝に、ネットを通して参加しようとされてることを本当にあの勝利だと思いますので、喜んでいいと思います。で、そうですね、まあ、僕もまあ、ちょっと今朝というか、まあ、今週先週かな、ずっとこの世の罠っていうようなものを本当に痛感させられることが多くありまして、で、まあ、最近、まあ、ちょっと個人的に関心のあるテーマとして、先進国と、いわゆる発展途上国って言われてるような国との、まあ、その、生活のその豊かさの違いっていうところを、まあ、ちょっと興味持っていろいろと、見てたりしてたんですけれども、この世的な豊かさってその霊的な面で見ると逆に貧しさに、つながる、心の貧しさにつながってくるっていうことがあるんじゃないかなっていうことを、思わされます。で、まあ、その僕たち普段そのいろいろまあ、いろんなものにこう囲まれて生活してますし、ネットとかも、まあ、その豊かさの一つの表れだと思うんですね。で、まあ、特に、まあ、若い世代の方たちは、まあ、特にそのネットをずっとやってるっていうことが多いかなと思うんですけれども、まあ、僕も、まあ、ずっと昨日とか、まあ、家にいまして、で、まあ、何かその伝道のための働きがしたい、神様の御言葉を学びたいっていうふうに思いながら、まあ、いろいろパソコンをカチャカチャいじってたり、してたんですけれども、どうしてもなんか、まあ、ちょっとしたこの世的なものっていうか、一見あんまり害がなさそうに見えるものではあるんですけれども、ついついちょっとその、まあ、別に見ても見なくてもいいような、なんかそういったものにちょっとこう目が行ってしまって、まあ、その何かっていうと、まあ、小さい頃に見てたテレビ番組 の、 その YouTube に上がってるやつとかだったりしたんですけど、ハッチポッチステーションとか昔ありまして、まあ、知ってる世代の方いらっしゃるか分かんないですけど、そういうのをついつい見ちゃうんですね。で、まあ、なんかその子供番組だし、なんか そんなに害もなさそうだしっていう感じに思うんですけど、でもよくよく考えるとそれを通してその御言葉のためになんかその専念するための時間をサタンに取られてしまっているような、そういう気がするんですね。まあ、ですからどうかイエス様はそのこの世的な誘惑っていうか、そのただだらだらと過ごしてしまうその生活リズムから、解き放ってくださいっていうふうに祈ったんです。そしたら少しずつまたその御言葉をいっぱい吸収したいなっていう思いが取り戻されてきて、でしっかり夜寝ることできて今日ここに、来れたわけなんですけれども、やっぱり僕たち本当に弱いです。人間みんな弱いんで、どうしてもそうイエス様から力が与えられないと、何かそのものを断ち切るっていうことがどうしてもできないと思うんですね。でそのためにやっぱりその本当に最初一言でもいいんで、まあ、そのこれは本当にそのクリスチャンじゃない方でもその初めの一歩としてでもやっていただきたいんですけれども、イエス様は私をこの悪魔の誘惑から解き放ってくださいって一言そうイエス様に訴えてみてください。でそれをイエス様にお願いしてみてください。そしたらイエス様はその皆さん一人一人に沿うような形で抜け出す道を示してくださるはずです。イエス様本当に一人一人を愛してくださってます。皆さんがその、悪魔に引っ張られたままでいることをイエス様は、絶対に望まれてません。でもう天の神様が本当に、その全ての人が救われてほしいっていう、心で、私たちの世界を見ておられます。で、まあ、この世の中本当にその
まあ、聖書の創世記とか見てると、その神様が良しとされたその最初の状態のこの世の世界っていうのを書いてありますけれども、それ見るたびに本当になんかこう今のこの世界がなんかこう人間によって作ったもので、なんか一見表面的になんかすごく、好ましく見えるようなもので溢れてるんですけれども、実際のところそれによってなんかその目に見えるところだけでもっと上にもっと上にっていうふうにこう求めてしまってて、本当にその神様が与えてくださる恵み、神様から来た豊かさっていうものからどん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 僕たちがこう目を背けるように、その導いてしまう、そういったもので溢れてるんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、聖書を読むと、まあ、この地上にあるもの、神様によって作られたものは全て私たち人間に対しての、恵み、賜物であるっていうふうに、神様からのプレゼントであるっていうふうに、書かれてるのを見たんですけれども、なんかその神様から与えられてるその野菜とか果物とか、まあ、そういう食べ物全般、それからまあ周りの植物、動物、まあ、そういったその自然界のあらゆるものにこう、ごくごく当たり前のように僕たちが感じてるところ、それがもうすごく恵みの大きいものなんだっていう、その当たり前のことがその特にこの先進国にいる僕たちは感じにくくなってるかなと思うんですね。で、特にまあその家の中にいてパソコンばっかりしてたりテレビばっかり見てたりすると、どうしてもその刺激のあるものばっかりにこう目がいっちゃいますから、そういうなんかこう神様からのその、なんていうかこう穏やかな恵みっていうもののありがたさっていうのがなんかこう心に伝わってきにくくなるかなと思うんですね。で、本当に今その家からあんまりこう出ないっていう方が多いかなと思うんですけれども、まあ僕もそうなってしまいそうなことってよくあります。でもどうかその神様からの恵み、神様が、その私を愛してくださっているっていうことを受け止めるためのすごくなんかこういい手段っていうか、その近道になるのがこの自然界の神様から与えられているものと直接接してみるっていうことかなと思うんですね。ですから、もしその、家の中でずっと閉じこもってるっていうような方が、まあ、ネットの方とかでいらっしゃいましたら、とかまあちょっと、まあ、その僕からのおすすめとして一歩外に出てみて、で、その人と関わるのがちょっと苦手だな、辛いなっていう方は別に無理にその人と接するっていうことはしなくっても最初はいいと思うんですけれども、まずなんかちょっとこう自然界の、都会でも結構川沿いとかそういったところに自然の豊かな場所って結構あるかなと思うんですけれども、そういったところをちょっと見つけて、で外の空気を吸って、で大空を見上げてみてください。そしたらきっと神様の愛が伝わってくると思います。ですから今週も、まあ、私たちクリスチャンも本当にこの世のいろんなそのものに惑わされることのないように、その純粋に神様から来ているものっていうのを、今一度こう受け止め直してみて、で本当にその何気ないところで、その神様から与えられているものに一つ一つに感謝して、素直な心で神様と向き合えるように祈って変えられていって、成長させられていけるように歩んでいきたいなと思います。ですから、まあそういうもう本当に毎日恵みを与えてくださっている神様に今日も心から感謝して賛美したいと思います。それでは、皆さん賛美しましょう。アメン、アメン。
あ、はい。では、イエスとともに、イエスとともにいきましょうね。はい。はい。神の作りたもの、あがなわれた私の人生。神が良しとされた世界にあるあなたの人生。そんなに後ろ向きにならないで、神の作りたもだ、あがなわれた私の人生。神が良しとされた世界にあるあなたの人生。そんなにネガティブにならないで。この世の私たちはあなたと共に、イエス様、イエス様、歩いて歩いて行くよ。神のから行きましょう。神の作りたもた、あがなわれた私の人生。神が良しとされた世界にあるあなたの人生。そんなに後ろ向きにならないで。この世の共に、イエス様、イエス様、歩いて歩いて行くよ。この世のから、この世の私たちはあなたと共に、イエス様、イエス様、走って走っていくよ。イエス様、イエス
様、イエス様、私たちはあなたと共に、イエス様、イエス様、走って行くよ。アメン。アメン。アメン。シモさん、トアのやさぎってわかります？私はあんまり。あ、はい。わかります。あ、本当に。私も、なんとか。あまり。音が取りにくいかも。イエス、神の愛の結晶、イエス、勝利のシンボル、素晴らしいその皆を心の底から余裕限りなく褒め称えて行こう。もう一回。イエス、神の愛の結晶、イエス、勝利のシンボル、素晴らしいその皆を心の底から余裕限りなく褒めたたえてゆこう。あなたの愛の行い、時を超えて場所を超えて私たちに届く、私たちに降り注ぐ大きな泉となり湧き上がる、この広い宇宙の中で海のように小さな地球に住む私たちに神の愛がとこしえに降り注ぐ、その愛とはの安らぎ。もう一回最初から。イエス、神の愛の結晶、イエス、勝利のシンボル、素晴らしいその皆を心の底からいよいよ限りなく褒めたたえてゆこう。もう一回。イエス、神の愛の結晶、イエス、勝利のシンボル、素晴らしいその皆を心の底からいよいよ限りなく褒めたたえてゆこう。あなたの愛の行い、時を越えて場所を越えて私たちに届く、私たちに降り注ぐ大きな泉となり湧き上がる、この広い宇宙の中で塵のように小さな地球に住む私たちに神の愛とこしえに降り注ぐその愛。
和の安らぎ。この広いこの広い宇宙の中で、塵のように小さな地球に住む私たちに神の愛が常しえに降り注ぐ、その愛とはの安らぎ。アメン、アメン、アメン、感謝します。18番、さあ希望いきましょうね。はい、はい、お空の下で私たちは生きている。神の御前で私たちは立ち上がる。お空の下で私たちは生きている。神の御前で私たちは立ち上がる。生きることは困難がつきもの。神の力でそれを喜びに変えられる。そればかりではなく困難さえも喜ぶ。それは困難が忍耐を生み出し、忍耐が得られた品性を生み出す。得られた品性が希望を生み出すことを知っている。私たちはどんな時も希望に満ちて喜ぶ。もう一回最初から。お空の下で私たちは生きている。神の御前で私たちは立ち上がる。お空の下で私たちは生きている。神の御前で私たちは立ち上がる。生きることは力でそれを喜びに変えられる。そればかりではなく困難さえも喜ぶ。それは困難が忍耐を忍耐が得られた品性を生み出す。得られた品性が希望を生み出すことを知っている。私たちはどんな時も希望に満ちて喜ぶ。そればか
かりではなく、そればかりではなく、観覧さえも喜ぶ、それは観覧が引退を生み出し、引退が出られた品性を生み出す、出られた品性が希望を生み出すことを知っている私たちは、どんな時も希望に満ちて喜ぶ、知ってる、いる私たちはどんな時も希望に満ちて喜ぶ、希望に、希望に満ちて喜ぶ。アメン、アメン、はい、それでは井戸崎ひところに栄光が、この曲の途中で伴奏だけになります、はい、伴奏だけになった時にみんなで各自で今週の週間の感謝の祈りを捧げましょう。アメン、アメン。さあ、井戸崎ひところに栄光がですね、井戸崎
ゆだてます。すべて明け渡します。主は今言っておられる、いきましょうね。上がらない墓より蘇
おられる。すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。主イエスは、主イエスは我がため十字架にかけられ、我が罪あがない墓よりよみがえられた。主は今生きておられる。我がうちにおられる。すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。主は今、主は今生きておられる。我がうちにおられる。すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。すべてはすべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。聖書を朗読します。新約聖書ローマの12章の1節から21節を読みます。新約聖書ローマの12章の1節から21章を21節を読みます。ローマ12章1節から21節21節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の心は何か、すなわち何か良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るため、心を一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ
神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあっての一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕をし、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導して、慈善を行う人は人は喜んでそれをしなさい。愛に偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の医療に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきものであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つの心となり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だなと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐をしてはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。悪に負けてはいけません。悪夢に負けてはいけません。善で悪に打ち勝ちましょう。悪に善、悪に善、はい、皆さん言ってください。悪に善、悪に善。知らない人が聞いたら何だと思うんでしょうね。悪に善、悪に対して善をもって打ち勝つ、これがクリスチャンです。クリスチャンは、その、迫害を受けても善意を示すのです。その憎しみを持たない、悪意を持たない、恨みを持たない。皆さんすごいですね。皆さん、もう世の中の人たちはその逆なんです。悪に悪ですね。悪に悪、まあ、善に善かもしれないけど、悪に悪です。しかし私たちは悪に善です。もう信仰一言でいろんな言えるんですけど、悪に善ももう信仰一言で言ってますね。悪に善、まさに十字架が悪に善です。その人間の罪に対して善意を持っていらっしゃいます。イエス様を見てください。人間の罪をね、もちろんあの罪を憎んでるかもしれませんが、人間をに対して悪意がないんです。十字架のイエス様は善の方です。すべての人に対して善意があるんです。アメン。もし神様が悪に悪だったら大変なことです。悪に悪だったらもうみんなもうひどい目に なるでしょ。復讐になっちゃう。でもイスラム国、あ、そうそう、イスラム国になっちゃいますね。イスラム国は悪に悪ですね。悪に悪、
ね、もう復讐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 で、予習がなくて復讐復讐復讐という皆さん復讐してはいけません、ね、予習をしましょうあのとにかく復讐はいけないんです、悪に対して善です。もう本当に、信仰一言で言えば許しなさいです。アメン、信仰一言で言えば許しなさい。もう皆さん、私たちは幸せですね。皆さん、私は幸せです。アメン。なぜ幸せですか？アメン。イエス様の御言葉を受けて知ったからです。アメン。私は幸せです。イエス様を知ったからです。アメン。私は幸せです。天国が約束されてるから。アメン。私は幸せです。生きる意味を見出し、生き方を教えてもらってるからです。私は幸せです。私はこの生まれてきたその意味を掴んだからです。人間が生きてるのは意味があるんです。すべての人の生まれてきた意味があるんです。生まれてこなかった方が良かったと思ってる人がたくさんいるかもしれませんが、それは間違いなんです。生まれてきてよかったんです。生まれてきてよかったんです。それはイエス様と出会うためなんです。イエス様と出会ってその生きる意味が分かるのです。その方を知るためなんです。つまり生まれてこなかったらその方と出会うことはないじゃないですか。生まれてきたからこそ、罪とかもしれない、罪があるかもしれないね、罪があるかもしれないけど、生まれてきたからこそイエス様に出会ったんです。イエス様と出会った時に光を受けるのです。出会うまでは闇です。イエス様と出会う前は分からないんです。知らないのです。もう見えないのです。分かってるようで分かってないんです。世の中の人たちはですね、分かってるふりをしてるんですよ、皆さん。分かってるふりをしてるんです。偽善者なんですね、偽善者。分かってないのに分かってるふりをしてるんです。アメン？クリスチャンは正直です。分かりません。教えてください。イエス様助けて。これが本当正直なんです。イエス様におっしゃいました。ね、目が見えると言ってるものが、ね、盲目だと言ってるわけですね。目が見えません、分かりませんっていう人が目が開かれるわけです。アメン。世の中の人たちは見えると言ってる、見えないのに見えると言ってる、だから盲目なんです。アメン。私たちは正直に見えない人生を、分からない人生を、ね、イエス様に向かって助けてください、救ってくださいと正直になって救いを求めたので救われたのです。あの盲目の人がですね、このイエス様がそこを通るということがこう聞こえたんでしょうね。そしたらその盲目の人がですね、手探りでダビデの子よ、ダビデの子、ダビデの子、癒してください、癒してくださいって、こう 目が見えないですよ。だからこんな風にして、イエス様、イエス様、ダビデの子助けてって言ったんです。で弟子たちがちょっとうるさいから、ちょっと黙んなさい、ちょっと静かにしなさいって言ったけど、その盲目の人が黙らない。ダビデの子、ダビデの子、癒してください、癒してください。イエス様はその人の信仰を見たんですね。その人の信仰を見て癒してあげたんです。見えるようになったんです。見えるようになったんです。私たちも、ね、目が見えないことを正直に言うべきじゃないですか。目が見えないのにね、見えるふりをしないで正直にイエス様に助けてください、分かりません、自分の力ではやっていけません、どうしたらいいんですか、イエス様教えてくださいと、そのように言うべきじゃないですか。すべての人はいつでもイエス様が必要なんです。
イエス様のいらない時なんてないんです。自立してないじゃないか、自分でやんなさい、自分で立ちなさい。一見なんかね、なんか人間の自分で頑張る方が立派なように見えるじゃないですか、ね、自立して、ね、神なんかなくてもやっていける方がかっこいいく見えるかもしれません。でもそれは違うのです。だって皆さん、太陽がなくて人間生きていけないじゃないですか、空気がなくて生きていけないじゃないですか、ね、光があって空気があって水があって人間生きられるでしょ。だったら神様なしで生きていけるわけないじゃないですか。でしょ。自立しているようですけど、ちゃんと供給があるということですよ、ね、人間はそういう自分だけで生きられない存在なんです。もともと水がなくて生きていける人はいないんです。光がなくて生きていける人はいないんです。人間は必ず供給が必要なんですね。供給が必要なんです。電気がなかったらこんななっちゃうわけです。あ、停電だ、どうしよう、お金払わなきゃってこうなるわけです。お金払ってなかった、停電になっちゃった、どうしようね。お金払って電気が来るわけです。私たちは神様に信仰というお金が必要なんです。信仰というお金が必要です。そして神様が与えてくれるのです。生きる力を、生きる喜びを、そして御言葉を与えてくれるんです。もちろん神様は無料ですよ。皆さん、電気会社はちょっと高すぎますけど、原発使ってるから高すぎるんですが、神様は信仰というもので与えてくれるんです。お金じゃないんです。信仰、信仰によって神が与えてくれるんです。アメン。ですから皆さん、お金によって幸せになるんではないんです。信仰によって幸せになるんです。お金がなくても幸せなんです。お金がなくても希望に満ちるんです。お金がなくても喜ぶことができるんです。信仰があるから、イエス様を知っているから、イエス様が答えてくださって、善のお方だからです。私たちが失敗して何か罪を犯したとしても、私たちが何かこの間違ったことをしても、許してくれるんです。許して善意を変わらない方なんです。なぜ私たちは嬉しいんですか、なぜ喜べるんですか。神様の愛は変わらないからです。神の愛はね、コロコロ変わらないんです。私たちが失敗しても許してくださり、私たちが、その神を、ね、裏切ったとしても、神様は誠実に愛してくれるんです。わお、わお、そんな人間いるんですか。そんな人間いないでしょう、皆さんね。もう普通は悪に悪ですよ。いつまでもいつまでもね、その善意を持ってる人間はいないですよ。やはりこうコロって変わっちゃうようなことが多いわけですね。いい時は愛してくれてもね、なんか状況が変わるとぷいっなっちゃう人もいるわけです。そこで傷つくわけでしょ、私たちは。その人間の心が変わるから人間は傷つくんですよ。そうでしょ。その善が悪になるから傷つくわけです。嘘をつくから傷つくんです。裏切られるから傷つくんです。そうでしょ。信じていたのに裏切られたら傷つくわけです。でしょ。神様は決して裏切らないんです。神様ほど確かなお方はいないんです。人間を信頼してはいけないと書いてあります。人間は弱いんです。私たちはその決して変わらない愛の方、イエス様を信じているんです。アメン。わお、わお、大事なのはそのことを深く悟ることです。そうかなぐらいじゃダメなんですね。そうだよねじゃダメなんです。そうなんだ、イエス様こそ素晴らしい真理のお方なんだ。全ての人が頼るべきお方なんだ。その方から良いものが来るんだ。その方から命が流れるんだ。
その方から自分に必要な全てのものが来るんだと悟るんです。それまでは他のものを頼ってたかもしれません、ね、親を頼っていた、ね、お金を頼っていた、会社を頼っていた、政府を頼っていた、自分を頼っていた、 AKB を頼っていた、ね、それは偶像なんです。アメン。ですから信仰というのは偶像を捨てて、偶像を捨てて、ね、偶像を捨てて、偶像を捨てて、最後の最後の最後にイエス様だけになることなんです。アメン。イエス様捨てちゃダメですよ。イエス様捨てちゃダメですよ。イエス様だけを取る、イエス様だけに信頼する。わお、すごい、すごい。見えてきましたか？分かってきましたか？双心はダメだと書いてありますね。双心、この世と神の国と、この世と神の国と、双心はダメなんです皆さん。人間だってそうでしょ。結婚ね、双心ダメでしょ。浮気したらダメでしょ。やっぱり一つ心ね、嘘のない心、嘘のない心、それが一つ心です。二心は嘘なんです。嘘です。変わるからね。ある時はこっち、ある時はこっち、ある時はこっち、それは嘘でしょ。変わらない心を持ちましょう皆さん。変わらない心、人間だってそうでしょ。いつも同じ態度、同じ心を持ってくれたら安心できるじゃないですか。でしょ。それはもう家庭においても仕事においても信頼できる人ですよね。信頼できる人格、それはしっかりとした心を持っている人じゃないですかね。変わらない、約束を守る、言ったことを守る、誠実な人。大体結婚するときに一番のね、条件は誠実じゃないですか。誠実がなかったら結婚生活うまくいかないのは当たり前です。誠実がなかったらビジネスうまくいきませんよ。不当たり出すような会社とは取引しない方がいいに決まってんですからね。不誠実な人と結婚したら大変なことです。何をするかわからないんですからね。人間関係においても誠実が大事なんです。アメン。その誠実を英語でフェイスフルネスと言いますね。そう、フェイスフルは信仰が満ちたものということですね。わお、信仰は満ちると誠実になるんです。シンセアっていうのもありますね。なぜかというと神様が誠実だからです。神様がものすごい誠実なお方です。決して嘘を言わない、必ず守る方、裏切らないお方。彼に信頼する者は失望することがない。彼に信頼する者は失望することがない。こんなに確かな方、こんなに善に満ちたお方、こんなに誠実な方を私たちは見つけたんです。出会ったんです。知ったんです。そして信頼しています。人生というのはこの方を信頼することなんです。この方を信頼することなんです。私たちのために死んでくれた方です。自分の愛する人のためには死ぬ人がいるかもしれない。でも自分に敵対し自分に罪を犯している人のために死ぬ人間はいないでしょう。自分の子供のために死ぬ人はいるかもしれない。自分の親のために死ぬ人がいるかもしれない。自分の敵のために死ぬ人はいるんですか。いないです。イエス様だけが、イエス様だけが自分を罵る人のために死んだんです。天の父よ、彼らの許してください、彼らは何も知らないのです。わお、大きな、もう途方もなく大きな愛のお方です。もう私たちがもう想像つかないような愛のお方です。私たちはその方を見つけたのです。
もうこんな大きいダイヤモンドを見つけたんです。何万カラットのダイヤモンド、イエス様はこの何万カラットのダイヤ以上なんです。見つけたんです。ですからこの方のために生きることが人生なんです。今までは自分のために生きていたかもしれない。しかしこの方のために生きることが人生なんです。この方のために生きるんです。アメン。それを深く確信することが大事です。そうするならば人生が本当の意味を帯びてくるんです。生きる意味が分かってくるんです。この方に生きることによって私たちはこの方に似ていくんです。以前はもう自分のことしか考えなかった。平気で嘘をついた。平気で汚れたことをしていた。平気で人を裏切るような自分がイエス様を信じることによってこの方のようになっていくんです。誠実になって清くなって愛に満ちたような本当にフェイスフルネスになっていくんです。この方に似たい、この方のようになりたい、この方に近づきたい、この素晴らしい方から学びたい。皆さん、私たちは幸せですね。幸せですか？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 まだイエス様を知ったんですよ、皆さん。イエス様を信じることを許されたんですよ。イエス様を礼拝することを許されたんですよ。イエス様と共に生きることを許されたんですよ。皆さんの心の中にイエス様いるんですよ。イエス様がいるんですよ。私たち強盗の巣だった心に、強盗の巣だった私たちにイエス様が来てくれたんですよ。家畜小屋のようなね、家畜小屋のようなこの不潔なところにイエス様が来てくれたんですよ。イエス様は皆さん一人一人を愛してるんですよ。イエス様は一人一人を愛してるんですよ。大きな愛で愛してるんですよ。信じますか？受け取りますか？受け取りますか？この無限に大きな愛の方の愛を受け取りますか？もう皆さんそれを信じるだけで燃え上がるのです。イエス様もおっしゃいました。私は聖霊と火のバプテスマを授けよう。聖霊と火のバプテスマを授けよう。私たちはイエス様に向いて信仰の目で受け取るならばイエス様から聖霊と火のバプテスマが来るのです。信仰に燃えるのです。霊に燃えるのです。この12章の12節11節に霊に燃えとあります。この霊に燃え主に使いなさい、霊に燃え主に使いなさい、これが大事なことだと思います。今日のこれ12章全部読んでいただいたんですけど、今日のポイントはここなんです。皆さんが霊に燃えてほしい。いいですか？皆さんイエス様がパッションじゃないですけど情熱を持って私たちを救ってくれたんです。もう情熱を持って燃える愛を持って私たちを救ってくれたんです。それに応答する私たちはどうですか？それに応答する私たちも情熱を持って、ね、熱い思いを持って応えるべきじゃないですか？熱い神様に対して冷えた応答でいいんですか？命がけで愛してくれたイエス様に対して私たちはね、二の次三の次の信仰でいいんですか？イエス様が求めているのは熱い信仰です。燃えてほしいのです。燃えてほしいのです。イエス様に一筋になってほしいのです。イエス様を心から愛してほしいのです。ですからこの聖書の一番の命令は何ですか？心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛せよ。心を尽くし、思いを尽くし、
燃えることじゃないですか。それが一番の命令なんですよ。聖書の一番の命令は燃えてイエス様を愛することなんです。そしてそれはイエス様の教えを守るということでもあるんです。このローマ12章は、そのイエス様の教えをこうワンパックになっている非常にこう密の高いところです。今読んだところ本当に守ろうという決心が必要です。一つ一つを守りたい、御言葉は一つ一つを実行したい、ね、望みを抱いて喜ぶ、患難に耐える、絶えず祈りに励む、喜ぶ者と一緒に喜ぶ、復讐してはいけない、悪に善。皆さん御言葉たくさんありますね。一つ一つをクリアしましょう。皆さんゲームをクリアするんじゃないんです。御言葉をクリアしましょう。ゲームをクリアするんじゃないんです。御言葉をクリアしましょう。アメン、アメン、アメン。燃える信仰、燃える心、燃える人生、熱く生きる人生、いいと思いませんか。肉に燃えてはいけません、ね、肉には肉を殺さなきゃいけません。しかし信仰には燃えなきゃいけません、ね、怒りに燃えてはいけません。愛に燃えましょう。アメン。無慈悲になってはいけません。冷たい心になってはいけません。肉の心、愛に満ちた心になりましょう。アメン。皆さんが熱い愛に満ちた人になってほしいのです。天のお父様、感謝します。悔い改めます。愛がなかったことを悔い改めます。意地悪だったことを悔い改めます。無慈悲だったことを悔い改めます。憤ったことを悔い改めます。不満を言ったことを悔い改めます。イエス様ごめんなさい。私たちを清めてください。イエス様の実証で清めてください。御言葉によって清めてください。あなたに対して不忠実だったことを許してください。不誠実だったことを許してください。あなたがもう本当に誠実なお方ですから、私たちもあなたの誠実に習って、あなたに対して誠実になりたいのです。私たちは自分で変えることはできません。祈りによって変えられます。私たちを作り変えてください。粘土のように作り変えてください。あなたの御心に作り変えてください。清い器として作り変えてください。私たちの心を作り変えてください。生活を作り変えてください。人生を作り変えてください。あなたに用いられる 器として作り変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。聖餐式は、悔い改める良い機会です。十字架を覚えて、私たちは悔い改めます。十字架に向かって、そのイエス様の熱い愛を見て悔い改めます。血はまさに 赤ですが、これは熱い愛を表しているんじゃないでしょうか。イエス様が熱い愛を私たちに流してくれたんです。私たちもその愛を受けて、私たちも熱くなりましょう。熱く従っていきましょう。熱く生きていきましょう。イエス様が一緒なんです。その愛に満ちたイエス様と一緒なんです。喜びましょう。天のお父様、悔い改めます。本当にいつもあなたから離れてばっかりいる私たち、いつも肉に負けてこのように魅了されてしまうような弱さがあります。主よ、私たちを引き止めてください。
あらゆる罠から守ってください。この世の誘惑、目の欲、暮らし向きの自慢、さまざまな欲から私たちを守って、罠にはまらないように、あなた以外のものにより頼まないように、あなただけにより頼み、あなただけを愛し、あなただけに、いつも心を向けることができますように。悪魔から守ってください。汚れたものから守ってください。私たちがしっかりと信仰で歩めるように、リスナー一人一人を守ってください。守ってください。あなたに、その再臨の時に、報いを受けるために、よくやったと主に言われるために、一人一人がしっかりと立って、信仰に立って、しっかりと歩むことができますように、どうぞ守ってください。あなたに守らなければ私たちは一人ではできません。イエス様助けてください。イエス様助けてください。守ってください。私たちが道からそれないように助けてください。救いに漏れることがないように、兄弟姉妹が一人として救いから漏れることがないように助けてください。あなたが支えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。皆さんが今日メッセージ聞いてくださったこと本当に感謝します。皆さんが熱いクリスチャン、イエス様を愛するクリスチャンになってほしいのです。皆さんと一緒にイエス様に従っていきたいのです。イエス様を愛していきたいのです。熱い思いを持って、イエス様を愛していきましょう。アメン。一緒に同じ心を持ってイエス様を愛する心を持って会いましょう。アメン。アメン。アメン。ありがとうございました。それじゃあまた皆さん一週間熱く過ごしてください。シャローン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 。